株式会社カラフルコネクトタッグ TV。 こんにちは、ニュースコネクトの時間です。本日は予定を変更してお送りいたしたいと思います。まず最初のニュースです。食品偽装により罪に問われていた大手パックフード食品の社長の裁判が本日行われております。判決がもう間もなくとなっております。現場から中継がつながっております。お呼びいたしましょう。裁判所前のもみじさん。もみじさん聞こえてますか？待ってますよ。じゃあ3日連続で女の子と3日連続でもみじさんびっくりするでしょそれ。いや女の子じゃなくて、もみじさん、ちょっと待って、聞こえたね、聞こえてきて、聞こえてる、ちょっと待って、はい。ですね、申し訳ございません。今ただいまとても、大変不適切な映像が流れました。お詫び申し上げます。ちょっとですね、もみじさん大丈夫ですか？繋がってます？今準備 OK ですか？失礼しました。もう一度中継のもみじさんをお呼びしたいと思います。現場のもみじさん。もみじさん、音聞こえてますか？いや、全然聞こえてないです。聞こえてますよね、今返事しましたよね、もみじさん。いや、聞こえてないです。いや、バッチリ返事合ってますよ。聞こえてると思いますよ、もみじさん。いや、もう全く聞こえないです。お願いしますよ、もみじさん、本当に時間ないんで。好きな女優は？石原さとみです。聞こえてますね、一回聞いてください。はい、申し訳ございません。ただいまですね、大変不適切な音声が流れました。大変申し訳ございません。ですね、ちょっと待ってください。大丈夫ですよね、もみじさん、繋がってます今。ですね、どうしましょう。判決がもう間もなく言い渡されるということで、大丈夫ですか？準備お願いします。それとですね、すいません、大変申し訳ございません。もう一度お呼びしたいと思います。現場のもみじさん。もみじさん、映ってますよ。もみじさん、回ってますよ、それ顔回ってますよ。じゃなくて、もみじさん、時間がないです。時間がありません。夜間じゃないです、時間です。おかんでもありません。臨時ニュースです。臨時ニュース、臨時ニュースです。リンゴジュース、リンゴジュースじゃありません。リンゴジュースも夜間でもありません。リンゴジュースも夜間？違います。ちょっと一回切りましょうか。ですね、大変申し訳ございません。ちょっと待ってくださいね。はい、判決が出ました。ただいま、食品偽装タック食品社長の判決が出た模様です。ちょっとお願いしますよ、中継。もみさん、何食ってるんですか？もみさん、なんもみさん、なんであなた中いるんですか？外じゃなくてねえ、もみさん、なんで中いるんですかって。休憩なかったんですよ。知らないですよ、あなたの休憩なんか。そりゃそうでしょう、仕事ですから。お願いしますよ、もみさん。寒くて、ずっと待ってたんですよ、ずっと待ってたんですけど、なかなか判決が出ないんですけど、一回戻ったんですよ、控えに。いや、今出たんですよ、判決が。腹減ってるじゃないですか。ちょうど飯食った時に判決出たって言うから。そうです、出たんですよ、判決が。いや、ずっと並んでるんですもん、4時間、5時間待ってるんですよ。もうやめてくださいよ。iPhone の発売日でもないのにさ。違います、いいんですよ、やればいいんで。お願いします、判決を。仕事ですよ、仕事です。落ち着いてます。お願いしますよ、もみじさん、本当に時間ないんで。ちょっと待って。いいですよ、飲み物とか。飲み物とかいいんですよ、もみじさん。もみじさん、早くもう頼みますよ、本当に。判決持ってますね、お願いします。判決は何だったんでしょうか？何でポテト入ってるんですか？何でそのポテトが入ってるんですか？手が汚いでしょ。もみじさん、判決お願いします。いや、もういいから、出てたから。持ってるじゃないですか、もみじさん。その判決のためですよね。お願いします。勝訴とか敗訴とか、お願いします。さあ、緊張の瞬間です。はい。失踪！失踪！失踪でした。失踪って。失踪でした。あなたが食べたやつでしょ、それ。失踪だったんで、失踪です。失踪です。はい、お願いしますよ、勝訴か敗訴か。どっちですか、もみじさん。現場から嘘でしょ、もみさん。もみさん。はい、ということでですね、
判決がですね、質素ということで、はい、大変申し訳ございませんでした。ですね、気を取り直して次のニュースに行こうと思います。ですね、日本最高収入が期待される映画ゴジラリミックスマックスの試写会が昨日行われました。その時の映像をご覧ください。ちょっとこれ映像違う、これ映像間違えてね、すいません、映像が違うと思います。モミジ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 